ショーマストボーンはね、舞台とかで幕が開いたら最後までやる気るしかないっていう演者の気持ちとか意気込みみたいなことを感じる非常にポジティブな言葉として僕は捉えてるんですが、なぜこの言葉と出会ったかというとですね、なんだ前髪変だなもう、グレ4ヶ月連続配信ライブが決定しました。またギター買ってしまいました。さっきショーマストコーンでちょっと弾いたんですけども、こちらです。 Mac の画面が映ってる。チューニングは大丈夫かな。ダメだね。よし行こう。食い口さ、久しぶりのライブシャープ20ショーマストゴーオン。私久しね、ショーマストゴーオンという言葉が非常に好きで、歌詞の中にも入っている曲が何曲かあったりするんですけども、ショーマストゴーオンはね、舞台とかで幕が開いたら最後までやる気るしかないっていう演者の気持ちとか意気込みみたいなことを感じる非常にポジティブな言葉として僕は捉えてるんですが、なぜこの言葉と出会ったかというとですね、なんだ前髪変だなもう、アンセムというねバンド、僕非常に影響を受けまして、ジャパメタという分野ですかね、バウントゥーブレイクというねアルバムがありまして、その中で今日も長くなるぞ今日、ヤングギター買ったんですよね、雑誌のショーマストゴーンって曲が入ってて、このリフはなかなかアンセムの中でも簡単な方だっていう、こんな感じね。まあそんなリフがありまして、このショーマストゴーンという言葉と出会いました。グレイもね27年なのかな、デビューしてもう30年ぐらいやってますけども、まあいろいろなことがあってステージに立てなくなるっていうね機会が来るもんだなという今感じているんですけども、でもねまだまだポジティブな気持ちを忘れずにいきたいなという、今夜ですね発表があります。グレイ4ヶ月連続配信ライブが決定しました。お伝えした通りですね、グレイは本当はね春にツアーが決まってたんですけど、前髪やだなんか、はい、春にツアーが決まってたんですけども、まあいろいろなこともありちょっと配信にシフトしようということになりまして、3月から、4ヶ月連続で配信を行います。まずね初日はですね3月の27日タクロープレゼンツシャイニングメン、これぞリーダーっていうタイトルが来ましたけども、3月27日です。お次は私ですね4月29日久しプレゼンツレゾナンスボリューム3ということで、ボリューム3を行います。ボリューム1が新宿のねクラブコードっていうねところでやった、もう20年以上前のねライブなんだけども、ボリューム2がディファ有明でやった、これも配信ライブだったんですけど、そして今回ボリューム3ということで、先ほどネバエヴァというね曲のミュージックビデオが公開されましたけども、新エヴァンゲリオンのね直前で発表できて僕的にもすごく嬉しいです。久し作曲の提供した曲なんかもね、もちろんグレイの中で演奏したこともない曲なんかもねこの日演奏しますんで、あの曲かなとかねなんとなく皆さん想像していてください。そして5月がですね29日ジロープレゼンツライフタイムミュージックというね非常にジローらしいタイトルでライブを行います。そして6月の26日はテルプレゼンツライブアットホームボリューム6、いよいよ帰ってきますね、ライブアットホームがいろいろなアプローチで楽しめるんじゃない、本当にねメンバーそれぞれの違う構成で行うんですけども、そんなグレイの配信ライブも決まりました。いいニュースですねこれもね、また明るい。そしてグレイからのお知らせとしては、グレイのワンラブアンソロジー、20年経ったワンラブ、僕ら20年単位でこうアンソロジーっていう作品を出してるんですけどもね、こちらがですね4月の28日にリリースされます。もうね20年前ですよ、もう久々に見たけどね、まあいろいろとこう20年の間で皆さんも思い浮かぶことがたくさんあるんじゃないかなと思うので、そちらの方もぜひ買ってください。今日はね撮影機材なんですけど ZV-1 3月の8日にいよいよ新エヴァンゲリオンが公開されます。これで本当に終わってしまうのかとか、庵野監督どんな最後にしてくれる、そして僕らに何を見せてくれるんだろうという期待と不安と、これからエヴァンゲリオンの新作が見れないのかどうなのかっていうこともいろいろ考えたりしながら、僕は8日挑みたいなと思うんですけども、それに伴いですね、急遽決まりました3月7日にね、Amazon プライム
こちら YouTube そして Twitter の方でね、あのエヴァ同時視聴作戦っていうね、あの今もやってんのかな、もしかしたら昨日から始まった3日間の特別な放送なんですけども、そちらにあの私出ます。9時45分からね、あの日をまたいで新エヴァゲリオンの冒頭12分が見れるということで、それをギャラにあの出演します。 Amazon プライムの方もぜひご覧ください。先月の2月の26日にね、あの吉木チャンネル、こちらニコ生の方にね出演しました。久々になんか吉木さんと話せるっていう気持ちがあって、すごく嬉しく配信をね、あの楽しみにしていたんですけどもね、いやもう相変わらず吉木さんと話すと思うんだけども、非常に自由な方ですね。本当に楽しかったです。そしてですね、3月2日にミューコミプラス、こちらね吉田アナとね、僕はもう本当に仕事というか、まあ友人という関係の中でお互いの近況を話し合うみたいな、見込みに出るみたいな感じではなくて、よっぴと話しに行くみたいな感じで、まあ1時間毎回あっという間なんですけども、その見込みプラスがですね、あの今月で15年ってったっけなの時を経て終了するということなんですけどもね、あのみんな気づいてると思うんだけど、俺の知らない情報が結構あるわけ、半分ぐらいあるわけ、俺が知ってる風な相槌を打ったりするわけよね。その時はね結構きついです、そしてね久々にライブに行ったんですよ。アイナジエンド、ビッシュのねアイナジエンドファーストソロツアーのね、あの最終日のね東京国際フォーラムにお邪魔しました。完璧な表現力ですごい作り上げられた、全てがなんかねあの集中できる、本当にあの彼女一人に集中できるようなね、そんなね素晴らしい、ライブでした。で今回ね、まあこの久し TV でも言ってるんですけどもね、神田誠司さんがねあの全プロデュースということで、非常にこうベースソロなんかもあったりして力の入ったそんな作品で、コンサートもね非常に素晴らしかったです。そしてですよ、前回の反省いきますよ、まずねこちらなんですよ。その当日のね、あのセッティング図なんですけども、ソニーの α7、 こちらを定点カメラとして使って、シグマの FP を手元用、要するにそのワイプ用に使ったんですよね。それをウェブカメラにしたら画角変えられるんじゃないか、ソニーもアップデートして、あの今までできなかったそのウェブカメラとして、まあズームとかでも使えるようなあの企画であのやったんですよね。それをタイプ C でつないでいます。そしてじゃあ任天堂のスイッチどうしようか、じゃあスイッチは ATEM から出した方があの画角が綺麗に分かれるんじゃないかみたいな、で ATEM 独り占めして、またタイプ C に入ってますね。で音声は、ワイヤレス GO 今使ってるやつですね、それを ATEM につないで、で、まあ、この OBS スタジオというのが立ち上がってますけども、結果この OBS スタジオに負荷がかかりすぎたんじゃないかなというね、あの前回あのテルがね最初にゲストに出てくれた回もね、そんな感じで終わってしまったんですけども、まあ、あの詳しい方が言うにはこれぐらいでは別に配線落ちしないんじゃないか、他にねもっとテクニカルなゲームをやってる人もいるだろうけども、どうなんでしょう。とにかく放送が途中で止まったという事実は変えられないということで、またねあのスタジオから自宅の帰路まで、非常に悲しい気持ちで歩いて帰宅したんですけども、それでね思ったね俺は、私この久々TV 始めてから買ったこのラップトップ16インチ、2019年 2.4GHz 8コアインテルコア i9、 まあこちらのね割とこういわゆる全部右にセッティングした MacBook でもやっぱ無理だったのかな。あとはなんかいろいろ再起動とかしたり、まあ、OBS に結構いろんなものを負荷かけてぶっ込んでしまったのが良くないのかなみたいな感じはあったんですけども、思ったんですよ、 Windows 買おうと思ってねWindows のすごい早いの買おうと思って買ったんですよ。こちらです。小さいでしょ、中も見えますね、これメッシュになってて、またこのドクロがもう中二心をくすぐる。筐体が小さい中で今 Core i9 とか結構いろんなグラボとかもガリガリ動かせますよみたいなね、そういう Windows を買ったんですよ。で僕 Windows 前持ってたんですけども、 BTO Build to Order っていうね、あの自作ではなくてそのメーカーにただ選ぶだけ選んで自分の好きなようなシステムを組む、ここからまあ必要なものを足していくみたいな感じでキーボードも買ったんですよ。まさにこれですね、完全にあの見込み出てヨッピーが使ってて、あそれいいなと思ってもうすぐ買いました。 Bluetooth、 まあシンクパッドなんですけども、キーボードだけっていう、これ買って、まあここにあのポインターがついてるんですけど、これでまあキーボードとマウスが使えますよってことなんですけども、あれ待てよ、これできんじゃないかと思ってちょっとね今日入れてみたんですよ。こんな感じですね。まあこれあの動くウォールペーパーなんて言うんだっけ、これでいろいろねこう初音ミクとか選んだりするんですけどね、もうこれはこれでゲーム配信やればいいんじゃないのと思ったんですよ。
このね、自分のこの画角はどう思うかっていう感じなんですけども、まあこんな感じでね、Windows 入ったってことは、まあ Steam も使えるってことで、ここに PUBG も入ってるし、Fall Guys も入ってますね。あ、初音さん来ましたね。こんな感じでこれからなんか Windows とかで自宅だったらね、いろいろできるなという感じで思っております。前回の反省は以上です。反省は、そんな感じです。でですね、最近ね、ウェブで気になったものというちょっとね紹介したいんですけど、わあもう24分。これはなかなか面白い発想だなと思ったんですけども、とりあえずこの映像を見てほしいなと思います。こちらです。というね、アトモフというね、Windows 2というね、まあ、壁掛けの、こう、モニターになるんですけども、今見てもらった映像でもそうなんですけども、こう、3画面置くと、今ね、スターウォーズとコラボレーション中ということで、ああいったね、なんかちょっとスペーシーな空間が、ね、だってこの部屋とかすごい合いそうじゃん。ここら辺とかね、つけたいわ。非常になんか、今っぽい感じで。まあ、例えばね、こういったカレンダーなんかにもね、なるみたいなんですよ。これもまあ結構未来的というか、そんな感じで。で、実際ね、アトモスさんにね、送っていただいたんですよ。ありがとうございます。今日ね、ちょっとね、事務所休みだったんで使えなかったんですけども、これからね、この自宅でやるとき、ここら辺につけてみたいなというふうにも思っています。なんかね、これからも、今ディズニーとね、まあ、スターウォーズもそうだね。ディズニーとコラボしてるということで、またこれからいろいろな可能性があるということもあるので、ラバーソールのスタジオにつけてもいいかなというふうに思っています。あとですね、これ僕知らなかったんですけども、これですね、がっつり俺切れてんな。 THOR トールと読むんですけども、電子マフラー、マフラースピーカーというね、言ってる意味わかります？この写真見てもらうとわかるんですけども、外出しが2つマフラーあるじゃないですか。その手前にマフラーっぽいなんかフライパンみたいなのあるでしょ。これがスピーカーなんですよ。わかります？いわゆるその今結構電気自動車とか増えてきて、その中でね、やっぱり俺もね、これ実は発想的にあったんですよ。これから電気自動車とか増えたら、なんかアプリとかでダウンロードして、例えばね、その自分の好きだった車のエキゾーストサウンドとかダウンロードして鳴らせたら面白いなっていうふうに思ってたんですけど、そしたら実際にもうあったんですよ。で、これ面白いのが、スマホで音をね選べるんですよ。そしてもっと面白いのがね、このスピーカーとアプリを入れてもアクセルワーク、スロットルだから、そこを合わせないといけないんですよ。それを調整して初めてその踏んだ時にドゥルンっていう音がするっていうね。面白くないですか？これなんか電気自動車ではなくても静かな車とかね、そういう車とかでつけられるっていうのはね、これは面白いなというふうに思ったんですよね。これからどんどんね、電気自動車化されると思うんですけども、ちょっと歩行者に対するメッセージアラートというか、そういうことも含めてね、なんかこういったカスタマイズっていうのは僕は非常に楽しいと思っております。そうだ、あとね、モトローラのレーザーですね。あれ去年本当は発売されるっていう予定だったんですけど、これは画像がないか。レーザーね、ソフトバンクで発売されるんですけどね、予約しました。ツイッターでも言ったんだけど、やっぱりこうノキアとかさ、モトローラとかって心をくすぐるよね。機材好きには、ね、たまらないです。YouTube のね、動画の方ではね、もちろんもう売ってるんですけども、キャリアの問題だったのかな、日本は、海外の方でね、こうレーザーをね、何回もこう壊れるまで開け閉めするみたいなそういう動画もありますんで、ぜひぜひ気になった方は YouTube の方を見てください。そしてですね、最近買ったのがね、ジョー・マローン・ロンドンという、わかりますか、これコースターかなって一瞬思うんですけども、こちらね、フレグランスなんですよ。ああ、この黒いところに匂いが染み込まれてて、これセントトゥーゴーというね、要するに何かというと、例えば自分の周りに置いてるんですよ。もちろん車にも置いてます。今回なぜかというとね、車の中の雰囲気を高めようということでね、もうこれ買ったんですけど、車内狭いんで結構充満してます、この匂い。このね、ポメグレネートっていうね、香りがね、はぁ、一生吸っていたいぐらいの匂いなんですけども、ザクロとかピンクペッパーとかカサブランカとか、そういったエキセントリック系の匂いで、
例えたいな、なんかに、まあ、家ではないどこかだねなんかホテルのフロントとかこんな香りかなっていうか、まあでもちょっと違うんですけどもね、非常に僕の好きな匂いを見つけてしまったのでですね、車には全車種に置きたいなと思うんですが、絶対にデルタには置かないですね。ランチャーデルタはね、あの革の匂いがデルタしかない香りがするので、デルタには絶対置かないようにしてますけども、そう RX7 もね、あの黒白ありますけど、白どうしたっていうね、皆さんからのメッセージとかもあるんですけども、白ね、あの着々とあのカスタマイズ中なので、もうそろそろね、あのまた車の中から配信とかできたらいいなというふうに思っております。またギター買ってしまいました。さっきショーマストコンでちょっと弾いたんですけども、こちらです。 Mac の画面が映ってる。ジャズマスターの話とかした時に、いよいよフェンダー元年だという話をしましたけど、その後にね、まあレスポールとか買ったんですけども、このジャガーというね、フェンダージャガー、1965年の、モデルをね買ったんですけどね。そうなんですよ、ちょっとあのフェンダー熱が冷めてたんですけども、毎回こう RX7 とかあのギターとか常に探してるんですよね。それであの見つけたんですけども、ちょっとね最近、まあここにありますけども、これあのジャズマスターですね。でレスポールの59年がありますけど、最近またアルバムのレコーディング中で、ほぼこの2人で構築されています。テレキャスター前使ってたんですけども、テレキャスよりすごくあのパワーのあるシングルで、まあ、こういう話したけども、もうちょっとこうストラトっぽい感じの音で、あのいろんな変化がつけられるギターが欲しいなと思って、ようやく買いました。カスタムもされています。今回もね、あのサウンドハウスさんありがとうございます。バーズストップバー、そして危ない危ない五島のブリッジがまた今回ついてます。まあこれはジャズマスターと一緒なんですけども、これね後であの演奏の時使います。全然モニターできてないんで、後でちゃんとやりますね。こんなギターなんかも買っております。そうだ、言います、ストラップうちなかったんですよ。ストラップがあれないやと思って、いや1個ぐらいあるだろうと思って探したんだけど、まあとにかくない。ストラップないとギター弾いたらこんな感じね。全然面白くないでしょ。せめてこのぐらいにしたいよね。絶対引っかかる。このぐらいにしたいでしょ。なのでストラップさっき買ってきたんですよ。池辺楽器まで行ってきました。さっき車を走らせて、そちらのね、あの写真がねこれですそんな感じで後でね、まあこちらの演奏する、なんか画角変だな。画角っていうかこうね、変ですよね。ちょっと我慢してね今日はね久々の自宅配信。そんな感じで、あそうですね、あと最近はね非常に素敵な作品と出会いました。これあのインスタグラムで言ってるんですけども、四つ葉とのね15巻が発売されるということで、毎回あの楽しみにしてるんですけども、上にねあのちゃんと僕四つ葉と全巻ありますけどね、1巻から15巻まであるよね。四つ葉ちゃんというね、この子ね、四つ葉ちゃんとお父さんと友達とか近隣の人とかのね、ほのぼのとした物語なんですけども、油断してました私。最後のね、話でね非常に感動したんですよ。104話、ランドセルというタイトルなんですけどね、ほのぼのしたさ四つ葉と的なストーリーで、毎回四つ葉の言葉がすっげー面白かったりするんだけども、そういうところで読んでたんだけど、まさかの最後のね回でめちゃくちゃ感動しちゃって、ちょっとグッときたんだよね。なので皆さんもちょっとね、あの何気ない、本当にね帯にも書いてますけども、普通という奇跡っていうね、なんかコロナ禍でなんかいろいろと考えることあって、すごく穏やかな作品なので、そのね非常に僕が感動した最後のあのお話、ぜひ皆さんと共有したいと思います。そしてこれですね、これもインスタでお伝えしたんですけども、トリビュートトゥトーイ、まあ亀城敦先生はね、あのグレイエキスポの本読み CD の方でもね、あのご協力いただいて本当にその説はありがとうございました。そしてですね、何がすごいってね、これ33人が書くトーイということでね、最初がねいきなりね高橋留美子先生なんですよ。見せられないですけどね、もうここでもう最初にもう打たれました。結構序盤かなから短い短編の漫画を描いていて、みんなすっげー遠いのこと好きなんだなと、あと詳しいなとか、そうそう、そのスピンオフを見たいんだみたいなね、そういうのを描いて面白いのから、うわーこれやるなとか、あとあまりこう光が当たらないキャラクターだったりとか、遠い本編ではやらないだろうみたいなこととか、とにかくね皆さん買ってください。これ最後すごいです本当に。いやいい作品に出会えるな最近本当に。じゃあね、最近見たもの、こちらですね、最近でもないんですけど、レイプオブアナフリッツ、
というちょっとショッキングなタイトルなんですけども、この画像が全てを物語っていると思うんですけども、2015年、そしてスペインの作品なんですけど、多分ね僕5年前ぐらいに見てんですよ、うん、この作品は。なぜかというとですね、こういった一種のこのレイプリベンジムービーっていう風に言われる作品ってすっごいたくさんあるんですよ。結構有名な作品もあって、ワイルドシングスだったりとか、そのキルビル2のオープニングとか、そうかな、昏睡状態に陥ったんですよね、1で。で、その病床から始まるというところだったんですけども、うん、まあそういった描写があったり、あとドラゴンタトゥーの女、これミレニアムというタイトルで3部作の1作目ですけども、ドラゴンタトゥーの女もまあそういった描写がありました。別に僕面白がってるわけではなくて、実際これってよくある事件なんですよ。日本国内ではもちろんですけども、海外でもあって、意識のない方が妊娠するというね、そういった事件とかね、たまーにこう見たりするんですよ。非常に卑劣な事件だし、まあ本当に気分が悪いっていうね、うん、そういう事例なんですけども、この作品も多分そういう感じかなみたいな感じで見ていたんですけども、そういうことがなくなればいいなというか思いなんですけども、まあとりあえずサスペンス好きというか、ソリッドシチュエーション好きにはもうかなりね刺激的な作品となっているので、ぜひね気になる方がいたらぜひ、配信とかもありますんで。あ、俺ちょっと元気なくなってきたから、その次本当にやろうと思ってたコーナー、次回の、自宅の回まで飛ばします。これね非常にエネルギーの使うものなので、飛ばそうかな。じゃあちょっと演奏しようかな。早速なんですけども、先ほどのこちらです。前回同様、エアポッツからヘッドホンの方にね変えますね。これビクターです。チューニングは大丈夫かな。ダメだね立とうか。じゃあこんな感じです。結構ギター上目に持ってますね、こう全体的に映るように。説明するとですね、ここのコントロールが、まあ、ジャズマスターと一緒ですね、全キャンセルで、こうすると、フロントが生きると。で、下にするとこっち側に権利が移ります。で、これが見えるかな、ここがフロントピックアップのオンオフです。これがリアピックアップのオンオフで、で、これがベースブーストオンオフです。オンにしています。で、こっちも両ピックアップオンにしています。で、こっちもフルでフロントのピックアップに行けるようにしています。で、やっぱりこういうギター持つとね、弾きたくなるよね。買って何日か経って思ったんですけども、割とジャジャ馬っぽいギターですね。車で言うとマニュアル車みたいな感じで、これどうやって使おうかな。ジャズマスターの方が非常に扱いやすいなと思ったんですよ。でも、僕が持ってるギターの中にないタイプなんで、マスタングとかそういった、本当にこうシングルな感じ。というわけで僕がテレキャスターとか、ストラットとか使って、このシングルピックアップの魅力に、目覚めた、そんなね、楽曲を、そんな楽曲というか、まあ曲に求められた音を今日はね、弾きたいと思うんですけども、なんだろうな、グレーで言うと。グレーで言うと多分ね、こういう感じだと思うんだよ。ラナウェイ・ラナウェイとかね、あれシングル系のギターで。歯切れがいい、リフの。結構ピーキーなトレブル寄りの音だったりとか、最近結構ねシングルコイルのギターとか使ってるんですけども、あとやっぱり弾きたくなりますよね。こうこれやっぱりリアだよね。下手だシングルピックアップで弾きたいなという思いにさせてくれる、そんなギターです。今日はですね、エースオブスペースというね、高弘くんと元勝さん、そして時計さんとね、一緒にやった、前回ね、ファーストゼップツアーなんかも行いましたけども、エースオブスペースは結構ね、シングルタイプの楽器と、あとゴリゴリのハンバッカーのね、曲とね、本当に対局で分かれるんですけども、そのね、シングルの傾向が強く出た、ヴァンパイアというね、曲をね、今日は披露したいなと思うんですけども、というわけでやってみたいなと思います。曲のポイントとしては、前回ダイヤモンドスキーの時も言った通り、メジャーセブンというね、これがメジャーセブンね。で、E なんですよ。非常に簡単な3コードのサビなんですけども、でーでーでー、イントロコードですね。ただ、
E だとつまんないんですよ。そこを、E メジャー7にする。これですね。切なくなる。ベースはでも、って言ってる。ただ、メロディーが、こっから、こういくと切ない。普通の E だと、ちょっとバカっぽいですね。メジャー7だと、っていくんですよ。そんな感じで、今日はね、Ace of Spaceのヴァンパイアを弾いてみたいなと思います。さあ、やってみましょうか。ボケるなぁ。ちょっとね、ステムデータあるんで、なんか面白いところ聞いてみようかな。で、まず、ドラムがこんな感じでありますね。っていうね、元勝さんのドラムがあります。そして、ベースは。ちょっとモジュレーションっぽいですね。時計さんのベースがあって。で、ボーカルは。僕がね、自宅で打ち込んだシーケンスの音ですね。これなんかもう、彼女はゾンビとかの音だよね。もう一つソロがある。転調したやつですね。さらに、これはなんだ。全部同じ音ですね。これも俺が打ち込んだ。ドラムと聞くと。みたいな音が入っています。非常にシンプルですね。あとはバンドメンバーの音です。じゃあやってみましょうか。よし、行こう。食い口さ。そう。はい、Yeah, I'm coming out.
という感じでございます。ご清聴ありがとうございました。ちゃんと聞こえました皆さん。そんな感じでございまして、私はですね、いろんな作品と出会い、そして好きなものを買って新しい音と出会い、コロナ禍でなかなかねコンサートができない中でもこういったね配信で皆さんにお届けできる何かがなけあればなというふうな感じで隔週ですが、こうやってお送りしていきたいなと思います。そしてねこれからさらに、ね、あのグレイの配信ライブなんかもたくさんあるので、まだねちょっと有観客とかっていうのも若干視野には入れてるんですよ。でも全然あのガイドラインとかどうなるか分かんなくて、なのでその都度いろいろとみんなで相談しながら、なるべくやっぱり人はね入れてあげたいなっていうのもあるので、そういう話をしております。久々ですよ。久々ってか初めてだよね、メンバーのその楽曲だけで構成するされるコンサートっていうのもね。本当にあれはいつだっけな、カタカナ禁止か、そのグレイ YouTube でね、タクローと話してて、そういうことをやりたいねって言ったのがね、いきなりこう叶うというね感じではありますけども、まあオンラインという形ですけどもね、ぜひこれから今月からですね、もうちょっと練習しなきゃいけない、もう先駆けシャイニング面がありますんでね、ぜひぜひ、皆さんと、素敵な時間を過ごしたいなと思っております。今日はね、なんで自宅からにしたんだろう。まあちょっと変化つけたくてやったんですけどもね、またこれからスタジオに戻ると思うんですが、グレイの制作状況、あ、そうだ、コブラカイ全く触れなかったね、ごめんなさい。コブラカイの T シャツシーズン3もね終わりまして、相変わらずのドタバタなストーリーで、もう非常に楽しませていただいていますけどね。そしてですね、シン・エヴァンゲリオン見た方、ちょっとね久々にクラブハウスでも立ち上げてっていう人多いんだろうね実際、今日ぶっ飛ばした非常にエネルギーのいるコーナーもまた半年後かな次回にちょっと撮っときますので、そちらの方もですねぜひ、僕はもう喋る練習をしておきますんで、というわけで本日も1時間ありがとうございました。久しは変わらずに、こんな感じで、日々過ごしております。グレイもね非常にこの前ズーム会議なんかもやったりとかして、前向きな、コンサートだったりとか、これからのグレイということを日々考えているので、そちらの方もねぜひSNS だったりとか発表していくので、ぜひぜひ皆さんも記念して、グレイの活動を見せてください。というわけで久し TV シャープ20、うちからはこんな感じでいいかな。またなんかいろいろと報告できることがあるんじゃないかなと思いますので、20日にこのチャンネルでお会いしましょう。お相手はグレイのギターの久しでした。それではまた次回20日にお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。